モージャンスタジオマインクラフトマインクラフトはマルクス・ペルソンとモージャンスタジオの社員が開発したサンドボックスビデオゲームである。日本国内ではマイクラと略称されサバイバル生活を楽しんだり自由にブロックを配置し建築などを楽しめる。2009年にパブリックアルファバゴリリース2011年11月に正式リリースし その頃にジェンズ・ベアギン・スチンが開発を引き継いだ。それ以来、マインクラフトは様々なプラットフォームに移植され、2019年5月時点まで売り上げ1位だったテトリスを抜き世界で最も売れたゲームとなった。マインクラフトはいくつもの賞を受賞しており、2020年には世界のビデオゲームの殿堂入りを果たした。マインクラフトには特定の目標がない。そのため、 プレイヤーは敵対的な生物と戦ったり、オンラインで他のプレイヤーと協力や競争したりと、ゲームを自由にプレイすることができる。ゲームの世界は水平方向にほぼ無限に広がっており、土や石、鉱石、原木、水、溶岩などの様々な種類の立方体のブロックで構成されている。プレイヤーは採集した原料を加工し、 構造物や装備品を製作することができる。また、レッドストーンと呼ばれる素材を用いて、電子回路のように、論理ゲートを構成したり、スイッチや、センサーなどの信号により動作する装置を構築する、こともできる。一部の動物は対応するアイテムを与えることで、繁殖が可能である。二千十七年九月二十日、ポケットエディション、キア VR、Windows 10、 Xbox One 向けに、ベッドロックエンジンと呼ばれるゲームエンジンを採用したアップデート、ベター t e ギャザーアップデートが公開された。それにより、同じ更新データが適用されるバージョンに統合され、クロスプラットフォームでのマルチプレイが実装された。2018年6月21日、Nintendo Switch 向けに、ベター t e ギャザーアップデートが適用された新ソフトが、 配信され、Nintendo Switch ンンを持っている人には、無料配信された。2019年12月11日には PlayStation 4向けに PlayStation 4エディションを上書きする形で、同アップデートが配信された。このアップデートを受けたすべてのエディションは Minecraft に解明され、従前のパソコンで動作するバージョンはマインクラフト、Minecraft Java ションに解明された。 音楽は C418 とレナレインが担当。タイトル画面やゲームプレイ中、一定の確率でランダムに BGM が流れる。ゲーム内のアイテムを使用することで該当する BGM を流すこともできる。マインクラフトサウンドトラックは2011年3月4日にマインクラフトボリュームアルファ2013年11月9日にマインクラフト ボリュームベータの2つがリリースされている。Java 版はアカウントを登録することで、無料デモ版を一定時間プレイすることができる。製品版を購入すると時間制限がなくなり、無料でアップデート及びダウングレードすることができる。PC ゲーマーより公開された旧バージョンのデモ版も存在する。もジじゃアカウント設定で、Twitch のアカウントと関連づけることにより、 i イッチへのゲーム配信機能が実装されている。ワールドごとにゲームモードや難易度を切り替えることができる。難易度にはピースフル、イージー、ノーマル、ハードの4種類がある。ピースフルではほとんどの敵対、モブは出現しない。ゲームの難易度を上げると、 敵対的なモブから受けるダメージが増加する、満腹度が減りすぎた時のペナルティーが増えるなど、プレイヤーに対して不利な効果が増える。ローグライクゲームのように、プレイヤーが世界を探索することで、世界以内に、新しい区画、チャンクが生成される。地形は、ワールド新規作成時に決定されるシード値に従い、パーリンノイズなどのアルゴリズムによって、手続き型生成される。 無限に続く世界は、プレイヤー周辺のチャンクの実を生成、ロードすることで実現している。世界は、砂漠やジャンブル、雪原などの地域気候に分かれている。また、村や海底神殿、要塞などの構造物や建造物が生成される。昼夜、天候の概念が存在し、雨や雪が降ったり、落雷が発生したりすることもある。 発生する天気の頻度はバイオームごとに異なっており、現実世界に近いものとなっている。地下には、大小様々な洞窟が広がっており、最下層には、通常の手段では破壊することができない岩盤が、敷き詰められている。さらに下は、奈落となっており、一定深度まで落ちると、ダメージを受けて死亡し、持っていた全てのアイテムが失われる。 制作した世界のデータは他社に配布することも可能である。イギリス地質調査所はイギリス本土を再現したワールドを配布している。生成されるワールドには複数の種類があり、ワールド新規作成の際に選択できる。マインクラフトにはバイオームと呼ばれる、主として気候によって分けられた生態系、地形の区分があり、若草の茂る草原。 枯れ木やサボテンが生えている砂漠、赤い砂やテラコッタの山岳があり、金鉱石が豊富な、メサ、熱帯林の生い茂る、ジャングル、新葉樹の生い茂るタイガ、雪が降り積もり凍った川のある雪原、金種とキノコに覆われたキノコ島、また、海では深く濃い青色の深海やサンゴ礁があり、鮮やかな水色の暖かい海などが存在する。 ワールドのはるか端へと進み続けると現れる異常な地形でドロップしたアイテムは不自然な方向に流れ PC が高負荷になるなど複数のバグが存在したこの現象は後に水色のストライプの壁を作るという形で修正されている修正される前のバージョンでファーランドを目指し進み続け2015年1月にマインクラフトにおける 最も長い旅としてギネス世界記録に登録されたものも現れている。マインクラフトには3つのディメンションが存在する。コンソール版では以下のミニゲームが用意されている。複数のプレイヤーで遊ぶマルチプレイ機能が実装されている。シングルプレイで使っていたワールドをローカルエリアネットワークに公開するか公式ページで配布されている。 サーバーソフトウェアを用いることで複数のプレイヤーと遊ぶことができる。また、有志によって改良されたソフトウェアも存在し、中にはプラグインを用いて高度な制御や独自の機能を作成することができるソフトウェアも存在する。Java 版のサーバーで最も規模が大きいのはハイピクセルであり、ハイピクセルは複数のギネス記録を保持している。 マインクラフトレルムス、または、レルムスは、モージャンスタジオ社が運用する有料の、マルチプレイサーバー。Java 版レルムスと統合版のレルムスプラスの2種あり、それぞれ料金プランがある。ホワイトリスト制で10人まで招待できる。招待された側は所有者に承認されると無料で、サーバーに参加できる。モージャンスタジオがあらかじめサーバーを構築しているため、 簡単かつ手軽に運用ができる。レルムスでのマルチプレイには、マイクロソフトアカウントが必要。リソースパック、データパック、そしてモッドを利用したカスタマイズが可能である。リソースパックやデータパックは、アイテムやブロックなどのモデル、テクスチャを変更したり、レシピやコマンドを追加したりする。モッドは、ゲーム性や難易度を変更したり、 新しい地形を追加したり、さらには根本的なシステムを変更するなど、代償様々な改変を加える。プレイヤーの初期スキンである、スティーブはノッチが冗談でつけた名前であり、他にアレックスの初期スキンがある。統合版では、マインクラフト内でスキンを作成できるほか、マイニコインと呼ばれるゲーム内通貨を購入、使用することにより、 スキンの変更やマントの追加が可能である。中には他のゲームとコラボレーションしたスキンもある。マインクラフトエデュケーションエディションは2016年11月1日から提供が開始されたマインクラフトから派生し教育用途に特化したソフトウェア。2015年7月マイクロソフトが教育用途に特化したマインクラフトマインクラフトインエデュケーションを発表した。 2016年1月、モージャンスタジオは、マインクラフトエデュケーションエディションを発表し、2016年11月1日に提供を開始した。提供開始当初は Windows および MacOS のみの対応であったが、2018年9月から iPad でも利用できるようになった。2020年8月には、Chromebook 版の提供を開始した。 2018年2月のアップデートでは、科学の学習に使用できるモードが追加された。2020年8月のアップデートでは、遠隔学習用の機能が追加された。また、マインクラフトはしばしばプログラミングやアクティブ、ラーニングなど、教育に有用であるとされ、授業や学習に取り入れられている。スウェーデンのビクトル・リュードベリ記念学校では授業の 必修科目として取り入れられている。日本では、プログラミングスクールに、モッド開発の題材として使用されるなどの例がある。ほか、教育関係者向けに、マインクラフトの研修会が実施されている。また、コーデックの学習にも用いられる。対してトルコは、2015年3月までの政府調査内で、暴力的なゲームとして、規制をするべきだとの声を上げている。 テルテールゲームズが開発を担当するマインクラフト本編とは別のアドベンチャーゲーム。ストーリーが基本であり、ブロックを自由に配置したりする要素はない。シーズン1、2があり、一部日本語に対応したものもある。ネットフリックスでは映像として配信され、日本語を吹き替え、多言語字幕がある。 他と同様に選択肢が表示されるインタラクティブ作品であるため対応するデバイスが必要となる。開発元のスタジオが閉鎖したため2019年6月25日に配信、サポートが終了した。終了前に購入済みのエピソードをダウンロードするようアナウンスされた。なおネットフリックスでは終了日以降も映像配信を継続している。 マインクラフトに拡張現実の技術を応用したゲーム。WWDC2019 でゲームプレイを初めて公開実演し E32019 では体験セッションを開催した。米国時間2021年6月30日をもってサービスを終了した。マインクラフトの正式リリース以前、開発工程にはいくつか区切りがあった。 クラシックはそのうちの一つで、インデブより古い工程となる。インデブより古いバージョンの名前を、マインクラフトクラシックとした。2009年当時のマインクラフトクラシックは、ウェブブラウザ上の Java アプレットでも動作していたが、ウェブサイトのリニューアルに伴い消失した。2019年、マインクラフトが10周年を迎える際に、マインクラフトクラシックのリメイクしたものをリリースした。 最大3人までのマルチプレイで32種のブロックとバグは当時のまま再現されている。月刊コロ,コロコロコミックにて2020年5月号から連載されている。2019年12月12日に技術評論者より観光。マインクラフトシリーズとしてマインクラフト始まりの島、マインクラフト壊れた世界、マインクラフト謎の日記。 マインクラフトジエンドの歌、マインクラフト勇気の旅の5種類が発売された。小学生でも読めるように、すべての漢字に、ルビが振られている。実写映画が2022年3月4日に、全米公開予定とされている。配給は、ワーナーブラザース、監督は、ロブ・マクエル・ヘンリー。スティーブ・カレルの出演が決定している。しかし、 2020年10月にワーナーブラザーズにより公開を延期することが発表された。ありがとうございます。